アーラ・オレクサンドリューナ・ベクナザロワは、ウクライナ、オデッサ出身の女性アイスダンス選手。2005年、オンドレー・ネペラメモリアル、2005年、2007年、2008年、ゴールデンスピン優勝。パートナーは、ウラジミール・ズウエフ、ユーリ・コチェルジェンコなど、オデッサに生まれ、5歳の頃にスケートを始めた。セルゲイ・ベルビーロとのカップルを経て、ユーリ・コチェルジェンコとカップルを結成し、 2000年、世界ジュニア選手権に初出場を果たした。2000から2001シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦し、JGP サンジェルベと JGP ウクライナ記念で優勝。JGP ファイナルと2001年、世界ジュニア選手権では共に4位入賞となった。2001から2002シーズンから本格的にシニアクラスに移行し、 ISU グランプリシリーズに参戦を果たしたが、初の世界選手権となった2002年世界選手権では、フリーダンスに進むことができなかった。翌2002から2003シーズンを最後に、ユーリ・コチェルジェンコとのカップルは、解散に至った。2003年、ウラジミール・ズーエフと、新たにカップルを結成し、2003から2004シーズンは、再び、ISU ジュニアグランプリへ参戦した。 翌2004から2005シーズンには、ウクライナ国内で開催されたウクライナ選手権では、コチェルジェンコと、急遽カップルを結成して3位となり、2005年、東京ユニバーシアード競技大会では、ズーエフと出場し7位となったが、コチェルジェンコとカップルを再結成するまでには至らず、以後、ズーエフと共に歩むことになる。2006から2007シーズン、 ISU グランプリシリーズに再び参戦を果たし、ウクライナ選手権では初優勝を飾った。翌2007から2008シーズンのウクライナ選手権でも優勝。2008年欧州選手権では自己最高得点をマークしたものの14人に止まった。ありがとうございます。